行ってきました。ご飯にセレッソオフィシャルツアーの添乗員やってきました。ほんまに行ってよかったです。なんかご飯に帰れたっていうのも良かったし、あとやっぱり海外まで行って応援する人たちのサポーターのそういうどういう思いなのかっていうのも知れたんで、行ってきてよかったと思ってます。で、やっぱりね、最初にセレッソ の岡野社長に挨拶させてもらって、もう自由にしていいって言ってもらえたんで、フォルランとちゃんと奈良クラブのユニフォームをプレゼントして写真を撮ってきました。次はね、フォルランを奈良の観光の添乗員やろうとする企画をちょっと立てようかなと思ってるんで、まだこれからどういうことやっていくか期待してください。